はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、亀山小平です。さあ今日も早速練習見ていきましょう。今日は、ちょっと所用でですね、岐阜羽島にある OKB 体操クラブっていうところで、練習させていただきましたね。ちょっと違う環境で、やったっていうことで、ちょっとねこう動きあんまり良くないっていうことと、あとは、地元の高校生にね、動画を撮ってもらったので、ちょっとこうあん馬の練習だけじゃなく、ちょっとしたこうあん馬に入るまでの仕草なんかも、入っていますが、まあ見ていきましょう。ちょっと今日は体が緩かったですね。めちゃくちゃ緩かったな。でもあん馬すごいやりやすくて良かったなと思います。そこは、環境良かったなと思いますね。で、実はこれ2本目なんですけど、1本目ぶつないで失敗しちゃって、だいたい体が緩い時にああいう風に膝曲げて入ってきちゃうことがありますね。腹筋が緩いって結構多いですね。開脚もちょっと今日は危なかったかな。ただ、やっぱりこう視界ですね。視界、新しい環境来るといつもと見えてる景色が違うので、ちょっとねこうあれどこにいるんだっけっていう、そういう現象が起きてくるんですよ。その中で演技するので少しやっぱ誤差っていうのは出ますね。試合会場の練習1日目とかまさしくそうですね。あとは今日はちょっとこうアップをあんまりかけてないという、言い訳がありますね。今日はもうしょうがない。でもここで違う環境で練習できて、違う環境で通せたっていうことは、自分にとっては自信にしていいんじゃないかなと思います。でこれ体力付けで5周回してからもう一度折り、この折りがねやっぱりこう難しいな。なんか掴みかけてはいるんですけど、やっぱりまだ自分のものにはなってないなと。折りたい、なんていうんですかね、自分の思い描くイメージとはちょっと違うなと思いますね。一度これ3本目に折り入れて、でここから、実は昨日ちょっとあるトレーナーさんとご飯を食べに行ってですね、亀手をこう足みたいに使えたらいいんじゃないのみたいな、手が足みたいに、何も意識せず立つぐらいの、感覚で倒立できたらいいんじゃないのみたいな。今ちょっと画面消えましたけど、実はね倒立歩行やってました。通しやって旋回ガーってやっから折りやって、でその後に倒立歩行するという、武井壮さんみたいなことやったんですけれども、なんかそういうのいいんじゃないかなと思って、今日はちょっと試しにねやってみて、しんどかったかな。今日は倒立前後10歩ずつしかやってないんですけど、あれをねこう回転させたりとか、いろんな倒立をやってですね、こう腕を足のように使えればよりこう倒立折りも精度上がるんじゃないかなと。これは試験的にやってます。でこれは後半の演技ですね。実は僕は、演技をする前は必ずイメージトレーニングをしてですね、こういう感じだろうなっていう、体のバランスとか足がどこにあるかとか、腕がどこにあるかとか、首の位置はどうかとか、そういうのを感じて、でその後に、演技入っていくと。これちょっとなんかルーティン化っていうかしてますね。本当に究極はそのイメージ通りに体が動くってことなんですけれども、そこまで至ってないかな。伸びしろですね、伸びしろ、また頑張りたいと思います。